県立図書館の横に完成したのは、建築家の安藤忠雄さんが手掛けた子ども図書館、子ども本の森熊本です。ここで子どもたちが本を読んでいただいて、10人に1人ぐらいは本の好きな子どもができる。壁一面に一般からの寄贈で集まった児童書などおよそ1万冊が並びます。このようにですね、それぞれのテーマに分かれて本の表紙が見やすく並んでいます。名誉館長を務める宮崎よし子さんも期待を寄せています。その本の魅力を知る子どもたちがどんどん増えていけばいいなと思っています。未来を担う子どもの成長を応援する目的で誕生した子ども本の森熊本は明日オープンします。